はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはよう抜けてる、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ちょめちょめさきでございます。ポケットモンスターブラック実況プレイ始めていきたいと思います。前回ですね、いろいろありましたね。もうありすぎて困っちゃう。なんかドレスアップしたりとか、なんかあのジムリーダーさんとおしゃべりしたりとか、あと迷いの森のキャンピングカー泊まってるとか、まあありましたけど、まあ今回はもう気軽に進んでいきましょうか。なんか新しいポケモンに出会いたいとか、そういうのも踏まえましたね。じゃあ今回も楽しく実況プレイやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、かしこまりすぎちゃう。よし、じゃあまあまあいっちゃおう。いや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 、いきなり急所。いれれれ。5回。マジで、すごいっすね。5回も当たるもんすか。よいしょ。129経験値。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。早い。あ、危ない危ない。トレーナーをスルーしていきたいんですけどね。自転車を漕いでさやかな風を感じ、ポケモン勝負に読めなかった。バイクはですね、サイクリングの早田が勝負を仕掛けてきた。ホイーが、あ、あれですね、ダンゴムシですね。じゃあジェシー行こうか。フレアドライブで行きましょう。あー、はい、じゃあ暴れましょうかね。やっぱり鉄壁、ほうほうほう。おお、防御力が上がりました。動けない、動いてくれ。追い打ち、これはまだ大丈夫。暴れる、いけるか一発で。あー、残ったか。ポイズン出る。おお、やばいぞ、混乱するぞ。あー、よかった、よかったよかった。危ない危ない。でこいつを頑張って倒せたら勝ちです。あーあーあー、やっちゃったやっちゃった。このホイがやりますね。当たるよな。あー、やばい。暴れろ。お前のいつもの暴れっぷりを見せてくれ。よし、いいぞ。あー。もうやばい。鉄壁。やばいっすね。よし。やっと半分。もう一回、あー、動けない。やばいっすね、混乱。当ててくれ、 お願い。違う、お前じゃない。混乱、大丈夫大丈夫、いけいけ。よし、いいぞ。さすがジェシー、願えば叶う俺の思い。危ない、早田くん強かった。心地よい風が負けを運ぶ。今止まってるけど、いやー、早田くん強いですね。危ない危ない。おっと、ワンダーブリッジは点検中だった。さ、なんや、入れへんのか。ショックっすね、ちょっと。ちょ、この先ワンダーブリッジ、まさにワンダー、さらにブリッジ、よくわからない。いけないんすか。なるほどね。またあれですよね、ジム方式ですね。クリアしてから行きましょうっていう感じですね、これは。じゃあちょっと一応、よいしょ、戻りましょうか。ライモソシティに戻ってきちゃいましたね。お、
俺たちスポーツマンのポケモンとのチームプレイ、ビッグスタジアムエリートコートで、披露するからぜひ来てくれよ。なるほど、ここはじゃあビッグスタジアム、ベースボール&フットボール、へえ、スポーツもやってんのか。すごいっすね、本当に活気にあふれてますね。これ5番道路でひしめくパフォーマンスたち、ポケモンとトレーナーの楽しそうな様子を見ると心にエネルギーがたまります。なるほどなるほど。リトルコート、テニス&バスケット、受付さんにちょっと話を伺いましょうか。5番道路にはパフォーマーが集まっています。はい、ありがとうございます。掲示板のニュース、どんな人が書いてるんだろう。あ、ほんまやな、気になるな。ちょっと今ちょっと気になりましたね。パフォーマーストストリート、へえ、そんな名前がついてんね。お、ゴチムですね。あのブリッコポケモン、ゴチムですね。ちょっとブリッコは私ちょっとあれですね、強制ギブスを見通しましたね。アームハンマー行きましょう。差し押さえ、道具は使えなくなった。あ、大丈夫、強制ギブス使わないよ。じゃあアームハンマー、よし、当たりました。あれ、アイスパータイプか。なるほどなるほど、ゴチムはエスパータイプというわけですね。こっちはちょっと危なそうですね。あれ、キャンピングカーが止まってますね。おお、すげえ、めっちゃおる。ちょめちょめ先はすごい傷薬を見つけた。止まりすぎやろ。じゃ、止まりすぎじゃない、いすぎやろ人。これはすごい、いやすごいすごい。ちょっとお邪魔しましょうかね。はい、あたいはしがないメイド、いろんな、意味で太っ腹な、うちのご主人様がビビッとくるようなグルメや食材を探してるのさ。くんかくんかくんか、なんかあんたのバッグからとってもグルメのスメルがプーンとするな。よかったらそのスメルの正体あたいに譲ってくれないかい。何、どれや、煙玉なわけないよな。進化の奇跡じゃないしな。大きな根っこ、木炭、ディフェンダー。待って待って待って、大きなキノコ、わお、ナイススメル。しかもそいつは幻の食材、大きなキノコじゃん。譲ります、譲ります。おお、お金が貯まる。こいつはちょっと違うな。あー、大きなキノコを高く買い取ってくれる人か、助かりますね。めっちゃ助かりますわ、これはいいですね。すんげー助かりました今。チラーミンですね。スメルってどういう意味なんでしょうね。それスルメって、スルメ、スルメ、スメル、スルメのスメル、スメルわからないっす、もういいっす。いやー、本当に5000円で買い取ってくれるとは思いませんでしたね。助かりましたね。これでうちの家計は2ヶ月持ちますよ。持ちませんよ。よいしょ、なんか新しいポケモン出てきませんかね。お、ヤブクロンですね。破れてますね。相変わらず。でもこれはちょっと自分はあまり好きじゃない、好みじゃないですね。暴れましょうか。毒ビシ。おお。暴れる攻撃。よし、倒しました。こんぐらいですかね。まあ新しいポケモンって言いますとね、多分ね。まあデスマスちゃん、デスマスのあのスーザン捕まえましたんで、
今回のジム戦はスザンちゃんで乗り切りたいと思います。何タイプのポケモンか知りませんけど、今回のジムね。よいしょ、ちょっと家入ってみますかね。あー、チャリンコじゃ入りにくいっすね。ミュージカルはご覧になりましたが、自分のポケモンが舞台の上で、あれは言葉にできない感動体験ですよ。へえ、そんなにすごいねんな。ビジネスの中心、娯楽の中心。へえ、都会ですね、一種地方って。君、力持ちで気分を体験してみたまえ。お、ヒデンマシーン4、怪力を手に入れました。やりましたね。怪力を使えるポケモンは、戦っていない時でも大きな用意をするんだ。ドスンドスン。面白い子ですね。毎日決まった時間にベースボールやアメフトが始まる。それがビッグスタジアムなのさ。あら、小山、あなたのひきだるまさん見たら、あなたのことがお好きみたいですね。嬉しいからこれを差し上げます。お、安らぎの鈴を手に入れました。夏気度が上がるやつですね。いや、助かりますね。リトルコートではバスケットボールやテニスの試合がありますね。見るだけかな。参加したりとかできないんですかね。じゃあお隣さんもこの調子で。色違いのポケモンは、ポケモンって草むらから出てくるとき光って見えるらしいの。へえ。ぬはぬはぬは。ワルビルの色違いか。どんな 色違いなんだろうね。ワルビルはですね、緑かな、俺的に。ダイモンの輝きを例えるなら、まさに太陽。そういうことなんで、君にこれをプレゼントだ。お、太陽の石を手に入れました。やりました。ほう、特定のポケモン進化する石、ポケモン。僕はモンメンにプレゼントしてあげたんだ。へぇ。大好きなポケモンから、姿形が変わったとしても、心は通じ合ったままね。うん、そうですね。前失礼します。ポケモンを進化させると見た目が大きく変わり、基本的に力強くなる。進化させないときはその分技を早く覚えさせたりする。神々ですいませんね、本当にね。今日なんかろれつ回ってないんですよ。ロレ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 。あ、ミスった。出られない。もうそろそろ、じゃあいい時間なんでね。あと1件はまた次回りたいと思います。5番道路で運命の出会いをした私のチラミ。絶対ミュージカルで人気者になるはず。ですよね、そうですよね。俺は絶対トレーナーバカにはならない。というわけでですね、今回はですね、以上ということになります。ほんま何もしてません、今回。キノコ打ってバカ儲けしただけですよ、今回。ダメっすね、本当に。よいしょ。じゃあですね、今回は以上です。本当に以上です。次回もまた見てください。こんな感じにはなりませんので、次回。あ、あとですね、ポケモン、スーザンをレベルアップしておきます。皆さん、期待してくださいね。それじゃあまた次回、皆さんご視聴よろしくお願いします。ちょめちょめさきでした。ありがとうございました。